こんにちは。この度は ST が提供する汎用マイコンに組み込むことが容易な認定済みソフトウェアで開発できる機能安全システムのプレゼンテーションにアクセスいただきありがとうございます。このプレゼンテーションでは STM8 並びに STM32 ファミリーで実現できる機能安全について紹介します。本プレゼンテーションのアジェンダです。 ST の機能安全パッケージの説明について、機能安全の簡単な紹介から始めます。その後に、STM8 および STM32 マイコン向けパッケージについて、およびクラス B ソリューションを紹介いたします。それでは、機能安全の導入から始めます。ST のマイクロコントローラーを使用した セーーフティーアプリケーションに対して ST は機能安全パッケージを提供しています安全とは何でしょうか ISO 国際標準化機構と IEC 国際電気技術委員会は安全面を規格に含めるためのガイドラインガイド51をリリースしましたこのアプローチは製品やシステムの使用に存在する可能性のあるリスクを低減することです 人、財産、環境に対する許容リスクを達成し、環境への悪影響を最小限に抑えることを目的としています。ここで、安全とは、許容できないリスクからの解放。リスクとは、危害の発生確率と深刻度の組み合わせ。危害とは、人の健康への障害、または損害、または、物や環境への損害。 許容可能なリスクとは、現在の価値観に基づいて特定の状況で受け入れられるリスクのレベルのことを言います。また、安全、セーフティとは、許容できるリスクという言葉の定義から、危害の発生確率と深刻度の組み合わせが現在の価値観、特定の状況において受け入れられるリスクのレベルのことを言います。安全機能の信頼性要件は、 安全要件を維持または満たす必要があり、それを機能安全と言います。ところで、セーフティーもセキュリティーも翻訳すると日本語では安全となります。このプレゼンテーションで取り上げている安全とは、セーフティーとなり、セキュリティーのことではありません。機能安全、ファンクショナルセーフティーとは、自分自身の誤作動や故障などの障害に対して安全を定義しています。 それでは安全基準について見てみましょう。IEC61508 は異なるアプリケーションに幅広く適用される機能安全のメタスタンダードです。そのため一般的な概念と定義は一般に IEC61508 から継承されます。例えば IEC62061 はマシナリー用途専用ですが、 IEC61508 を再利用しています。IEC62061 は専用のマシナリー安全規格であり、マシナリー関連の安全統合レベルを実現するため、安全関連制御システムの設計、統合、検証に関する推奨事項が含まれています。さて、SIL、s i とも呼ばれる 安全度水準について見てみましょう。機能安全を定義するには、安全性の達成を測定して説明する方法が必要です。それが安全度水準、知るです。これは1から最高の機能安全レベル4までのレベルを持ち、ハードウェアとシステムの両方の整合性のために適用されます。代表的な産業用アプリケーションは、 シル2またはシル3レベルです。許容できるリスクという定義からも分かるように、システムのリスクはゼロではありませんし、ゼロにはなりません。すべてのシステムは独自の定量化されたリスクを持っており、リスクゼロでシステムを構築することは不可能です。そのため、すべてのリスクを見つけ出し、出てくる危険に、 もしこの作業で目標である許容範囲までリスクを減らすことができるのであれば問題ないのですが届かなければ電気・電子・プログラマブル電子安全関連システムの機能安全を用い残りのリスクを低減させなくてはいけませんリスク低減は単一の安全系装システムに依存する必要はありません 異なるデバイスと組織の対策を組み合わせてリスクを低減することもできます。先ほどのシルは安全装置を使用して達成できるリスク低減のレベルを示しています。ST は STM8 および STM32 用の機能安全パッケージを提供しています。これは機能安全規格の 認定を達成するための開発工数、時間、コストを削減するための認定済みのソフトウェアライブラリーとドキュメントの包括的なセットとなります。主に、産業適用のための STM32、シルパッケージ、自動車用アプリケーション、STM8A 用、ASIL パッケージ、STM8 および STM32 の 家電製品向けクラス B 対応パッケージの3つの機能安全パッケージが存在します。STM32 向け機能安全パッケージの中身を詳しく見ていきます。STM32 は多岐にわたるアプリケーションに向けて開発された汎用マイクロコントローラーです。高いレベルの堅牢性を提供するために すべての STM32 ファミリーのハードウェアにいくつかの安全機能を組み込みました。その上で、機能安全アプリケーションに対応する STM32 用の安全ライブラリーを開発しました。最新の STM32 世代には、フラッシュ用の ECC、エラーコードの修正があります。 先ほど紹介した産業向け機能安全のライブラリー、X-Cube STL を例にとりコンセプトを説明します。基本的に IEC61508 はシステムベースで取得する機能安全の規格になり、半導体単体で取得可能な規格ではありません。ですが、それぞれのフェーラーモードに対して詳細に分析する必要があります。フェーラーモードとは、 安全な状態のフェールセーフの状態になるか、危険な障害の状態と2つに分けることができます。フェールセーフの状態とは、障害の発生後、常に安全な状態に移行できる状態を言います。危険な障害とは、プロセスからの要求に応答しない状態で、フェールセーフの状態に移行できない場合です。また、それぞれを検出されるまたは検出されない障害、 この検出できない危険な障害になるリスクを計算し見積もらなくてはいけません。これはハードウェアだけでなくそれを動かすためのソフトウェアに対しても求められ結果ユーザーアプリケーションレベルシステムレベルでリスクを見積もる必要があります。STM32 のための機能安全パッケージは すべての STM32 シリーズがサポートされています。内容物はセーフティーマニュアル、FMEA、FMEDA と呼ばれるドキュメントと、セーフティーの認証を受けた STM32 ファミリーごとのセルフテストライブラリーになります。このドキュメントパッケージでは、すべての STM32 シリーズがサポートされており、 機能安全パッケージ全体を無料で提供しています。STM32 機能安全パッケージの一般ドキュメントは ST のウェブサイトで入手でき、特定のドキュメントと各 STM32 用のセルフテストライブラリーはご要望に応じて提供されています。ST のウェブサイト上の各 STM32 ファミリーの セーフティーマニュアルでは IEC61508 に準拠した安全性の整合性レベルの認証を実現するために安全性要求、使用条件と例を記述しています。また FMEA と呼ばれる故障モード影響解析は故障モードを活用した信頼性解析手法 FMEDA と呼ばれる故障モード影響診断解析は FMEA をベースにして、故障モードの発生確率と故障影響を介して、安全側故障率と危険側故障率を分析する手法となり、それぞれ入手可能です。これら2つのドキュメントは、NDA、秘密保持契約署名後のリクエストに応じて提供されます。X-Cube STL は、 STM32 マイコンのハードウェアのランダムな故障、障害を検出するために考慮されたソフトウェアベースの診断ライブラリーです。お客様のアプリケーションに依存しないため、お客様のアプリケーションにおいても単独で使用可能です。STM32 のセーフティーコンセプトのための主要な診断の測定を行います。これは IEC61508 SIL3 のプロセスに従って開発され、t u f ラ i n ラ l a n d によって認定されています。このライブラリはオブジェクトコードとして配布されるため、コンパイラーに依存しません。セーフティインテグリティーレベル、l SIL2 は、関連するセーフティマニュアルに含まれるセルフテストライブラリの実行を含む要件を満たすことにより、シングルの STM32 で達成の可能性があります。 セーフティインテグリティーレベル SIL3 は SIL2 ケースに対して求められる同じ要件かつ2つの STM32 で達成することが必要で上調性をもって実行されます。各アプリケーションにおいて STM32 機能安全パッケージを統合する方法を見てみましょう。この図は IEC61508 の開発フローを書いたものです。X-Cube STL では認証取得のために有益なドキュメントを各種準備しています。これらは STM32 を使った機能安全アプリケーションシステムを作るために必要なドキュメントとなります。ここで注意していただきたいのは実際に提供される STM32 機能安全パッケージではパート2 パート3の一部分のサポートになることに注意してください。これは IC61508 がシステムレベルでの認証を取得する企画になるためです。また、パート3では認証されたコンパイラーなどのツールに対しての要求もあります。ST の提案する機能安全パッケージなしでも認証を取得することは不可能ではありませんが、 そのために要する時間を少しでも削減することが可能になるため、このパッケージは認証取得のためには必要不可欠なものとなります。次は IEC61508 向けの導入です。www.st.com スラッシュ Xcube.stl は、STM32 の機能安全パッケージへのエントリーポイントになります。 各 STM32 ファミリー専用の,のセーフティーマニュアルなど、安全に関する多くのドキュメントがご覧いただけます。セーフティーマニュアルでは、すべての STM32 安全機構を組み込み、セーフティーアプリケーションを開発する方法を説明しています。また、STM32 用 X-Cube STL ライブラリを実装する方法についても説明します。 これらのドキュメントはすべて STM32 ユーザーが自由に活用できます。s t m 3 2 x c u b e s t l の ST のライブラリーについてのお問い合わせは ST か各代理店にお問い合わせください。Safety STL ライブラリー x e s t l を含む Safety パッケージは NDA を事前に締結する必要があります。安全パッケージに含まれるすべてのドキュメントは 次のスライドで詳しく説明いたします。この表が STM32 機能安全パッケージに含まれる内容物となります。先ほどの URL からダウンロードすることができるドキュメントは、表の一番上に書かれている MCU 機能安全マニュアルとなり、各シリーズごとに準備されています。NDA 締結後には、 MCU-FMEA、MCU FMEDA のドキュメント、STL ライブラリが入手することが可能で、STL ライブラリには、STL ユーザーガイド、機能安全マニュアルといったドキュメントが含まれています。STL ライブラリを入手、インストールすると、このような構成になっています。上から、ボードサポートパッケージや、 シムシス、ハードウェア抽象化レイヤーなどのドライバー群、セーフティのライブラリー本体が格納されているミドルウェア、最後にプロジェクトというホルダーは、各評価用ボード上で動作するサンプルプロジェクトが収められています。このサンプルプロジェクトを使い、該当するデバイスに一番近い評価用ボードを流用することによって、 お客様のアプリケーションにいち早く導入することが可能になっています。機能安全パッケージには、STM8 および STM32 マイクロコントローラー用のクラス B ソリューションも提供しています。クラス B の機能安全パッケージでは、家電規格の安全規格の IC60335、 および60730向けに認定され、STM32 および STM8 ベースのシステムを構築するための時間とコストを低減します。クラス B パッケージには、認定されたセルフテストライブラリーを含む STM32 専用のデバイスドライバーに基づいた最適化されたコードやガイドライン、エグザンプルが記載されたセーフティーマニュアルが含まれており、IAR STM32Cube IDE のような STM32 の複数の開発環境がサポートされています。STM32、STM8 のクラス B 機能安全パッケージは全シリーズでサポートされています。また UL、IEC、CSA の認定を受けています。ガイドラインは 各アプリケーションノートを参照してください。セーフティーパッケージの認証についてです。これは t u f l i n ランドから発行された認定書になります。すでに10以上のセーフティーライブラリーパッケージがカバーされています。最新の STM32 シリーズもセーフティーパッケージがすぐにカバーされる予定です。機能安全エコシステムと ST の セーーーフティー認定パトトナーについいてては ST のウェブサイトを参照してください ST 認定のパートナーは安全要求からハードウェアソフトウェアのデザインの検証または認証取得のサポートに対して開発のコストや時間を削減するために機能安全のエキスパートがお客様をサポートいたします。 最後にまとめです。この表は、STM8 や STM32 がサポートされている機能安全パッケージの一覧になります。STM8 および STM32 には多くの機能安全パッケージが認定されており、無料で入手可能です。ご自身のアプリケーションに合わせて該当するパッケージを選びください。 各アプリケーションに対して次の項目を選択できます。自動車関連であれば、STM8A が対応する ISO26262 向けの STM8A セーフエ c i l が必要になります。また、家電系であれば、X3 クラス B もしくは STM32 クラス BSPL を、産業系であれば、x e s t l が必要になります。 X-Cube STL と STM8A Safe a c i l は別途 Safety NDA が必要になります。以上で本プレゼンテーションの説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。